今回は2023年、草冠の雑貨の部門で、バンダナと靴下の方を紹介していきたいと思います。はい、ではバンダナの方から紹介していきたいと思います。今年のサイズが 55cm×55cm の、正方形になっているバンダナです。まあ、バンダナなのでハンカチとして使っていただいてもいいですし、とても便利なグッズとなっております。コットン 100% で、こちらはインドの方で生産しております。一点一点、スクリーンプリントでお作りしているアイテムとなりますので、ちょっとスレ感だったりとか、そういうのも一点一点ありますので、そんなのも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、今回は、いつもとちょっと違うのが、特別なこちらの専用のケースに入っての、渡しとなります。こちらもすごく凝ってまして、草冠の、ギフトなんかに使っていただくのにもすごく便利で、もうこの状態でご購入いただけるような形にはなります。で、中がですね、こんな感じで、いろいろメッセージなんかも入ってますので、こちらの方なんかもご覧になられてみてください。では、テキスタイルの方なんかもちょこっと紹介していきたいと思います。今回は6種類になるんですけれども、こちらが、猫の柄で、我が輩は猫であるというようなストールと同じ柄でお作りしているアイテムで、バンダナの方がこちらの、カラー、オレンジ系のカラーと、こちらの鮮やかなブルー系のカラーの2色展開となっております。すごく爽やかなカラーです。で、続いてが、テントウムシの贈り物。こちらもストールでとっても人気だったシリーズのもので、見覚えある方も多いんじゃないかと思うんですけれども、テントウムシが入ってたり、鉛筆が書かれてたり、こちらの鉛筆のタイプなんかはソックスなんかでも使われてる、テキスタイルとなっております。こちらも2色展開で、こちらのカラーと、ちょっとモダンな、ブラウンのカラーの2色展開です。で、こちらが、バンダナアップブーですね。こちらは、鬼ですかね、下の方に描かれてるものなんかがあります。これもカラーがすごく綺麗なので、広げてもらうと黄色が鮮やかなカラーで出てくれるので、ちょっと元気になるようなカラーです。これのみ、一色展開となっております。続いてがこちらの海の天使ですね。こちらはグリーンとピンクの2色展開になっております。ところどころでビビッドなカラーも入りますので、今回のバンダナの中で一番鮮やかなカラーとなっております。こちらも首元に巻いてもらったりするのにもポイントになるカラー展開となります。続いてが、ネイティブ家族。こちらはカーキ色となっております。テラコッタとカーキの2色展開です。でも、とてもストールでも人気だったテキスタイルで、インディアンですかね。民族がいたりとか、ちょっとドットの中にいろんなテキスタイルが書かれてたりするので、ちょっとポップな印象です。はい、こちらは続いて不思議植物園ですね。こちらも、ストール、靴下、それぞれで作ったことのあるテキスタイルで、とても人気だったシリーズのもので、ハンカチも以前作ったりはしていました。で、今回もカラー展開としてはモカと、こちらちょっとブルー系のカラーなんですけど、こちらがネイビーとなっております。55cm×55cm のこちらのバンダナをアレンジで巻き方などを紹介していきたいと思います。正方形の形になりますので、対照的に取っていただいて、こんな三角形を作っていただくと、一番首には巻きやすい形となっております。もうシンプルにこちらの三角形を首にこう巻いていただいて、55センチあるので意外とこう1回2回で結んでいただくだけで、割とこう結び目もポイントになってくれるような形となります。なんか結ぶのがちょっと苦手っていう方なんかは、こんな感じの指輪とかリングですね。このまま落とした状態で2つ差し込んでいただいて、
キュッと上げて、ちょっと広げていただくと落ちにくくはなるので、そんなにこう重めじゃないリングだったり、ゴムのあの素材のリングだったりっていうのは一番留めやすくはなります。で長さも、結ばない分ちょっと長く落ちるので、使い勝手はリングとかだと便利かとは思います。あとはですね、こういう、夏に向けて帽子かぶられる方すごく多いと思うんですけれども、帽子のこういう周りに織物がついてたりすると思うんですけれども、そこにちょっとこう乗せていただいてアレンジしていただくっていうのもポイントになるかと思います。はい、三角に折ります。うん、ただただ、結んでいただくっていう感じになるので、先ほど黒いテープだったと思うんですけど、その印象がちょっとこういうビビッドなカラーで、また夏のイメージで、またちょっと違うイメージになるんじゃないかなと思います。続いては、ちょっとターバンのように頭に巻いてみたいと思います。まあ、ターバンも、基本は、この、端っこの部分で、まあ、出したい部分によっても変わってくるとは思うんですけど、こんな感じで折り曲げてってもらって、こんな状態ですね。で、まあ、太さを決めてもらって、まあ、このくらいの太さですかね。で、輪になる部分と、ここの開く部分。開く部分が後ろになった方が綺麗なので、この状態で持っていただきます。で、もう頭に。ストールだと二重にできるんですけど、こんな感じで、もう結んでいただくだけです。で、頭のちょっとアクセントにしていただけるとポイントになります。で、今、下に結び目作ってるんですけど、逆に、こんな感じで上に結び目を持ってきてもらってもアクセントのポイントになりますので、また違う感じでお使いいただけるかなと思います。番外編です。ソックスの方を紹介したいと思います。今年のソックスは4種類お作りがありまして、それぞれ、2色展開でお作りしております。カラー展開もちょっとバリエーション豊富にお作りしておりますので、それぞれちょっと柄の方を紹介していきたいと思います。はい、こちらの散歩道の方から紹介します。こちらは紫とピンク2色展開で、連続する幾何学模様はお花の当店ホールのラインでデザインしたソックスのフェミニンな優しいピンクとグレーとモダンなクールな、ディープパープルの2色展開となっております。もう柄の感じもすごくポイントになって、真ん中にちょっとこう柄が入るので、そこもポイントなんですけど、通常1本のラインだったりするのが3本線で、デザインされてたりするのもポイントです。カーネーションになります。素朴なカーネーションのお花を上から見た連続したドット柄のソックス。ナチュラル使いにも使いやすいこちらのベージュ色と、様々なコーディネートにも合わせやすいこちらのネイビーカラーの2色展開となっております。特にこちらのネイビーは、すごく人気カラーとなっておりまして、ネイビーの中にもブルーがしっかり入るので、柄のポイントにもなってくれます。続いては粘土花になります。空想の花を、デザインしたまか不思議な柄のソックスとなります。アクセントになるこちらのちょっとピンク系の赤ですね。あとは、ちょっと優しい色合いのミントグリーンの2色展開となっております。もうこちらもアクセントになるのでポイントが柄の出方、これも可愛いです。続いてがこちらのミント銀座となります。大胆なオーナメントでデザインされたソックスで、レースのように入った水玉ラインもアクセントで、アースカラーの茶色と、
キャメルカラーの2色展開となります。これは後ろの方がドットデザインとなります。ここもちょっとポップな柄合いになりまして、で前はこちらのオーナメントのカラーになるので、こちらもちょっと出方が面白いソックスとなり、とても人気のテキスタイルとなっております。はい、今回は草冠の2023年小物を紹介していきました。この辺はもう本当ご自分用でももちろんおすすめなんですけれども、ギフト需要なんかにもとてもおすすめアイテムとして紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ店頭の方で手に取られてみてください。はい、今回こちらのバンダナは、専用ケースの方も作られておりますので、本当ギフトにおすすめの商品ともなっております。いろんな使い方でぜひご利用ください。今回もご視聴ありがとうございます。